ソナスクライブ井上です。ララバイオブバードランドの後半のメロディーを説明します。それではゆっくり弾いたバージョンをご覧ください。の場所によってインポジションの場所も変わります。演奏するときは常にインポジションを意識することによって上手に演奏することができます。詳しくは僕のサイトにアクセスしてください。